皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is Vanitas のカルテの七話でございます。さては皆さん入っていきたいと思いますが、ヴァンパイアランド行きましょう。Let's go。俺は未熟だ。未熟だと。お。あまりにも知らないことが。なんかちょっとパーティーみたいな音楽になってるんですけど。バンバーン。あれ？出てへんかった。ヴァニタス、一つ質問があるのですが。質問とは？言ってごらんなさいよ。恋とは一体何ですか？難しい質問ですね。ブーディーパン、ボトゥブディーパン、バラリティラカラチラバラブラバラ、ボトゥリーパン、バチャージジャン、バチャージキン、バチバラバラバチバカ、うん、えい、ネコミャンミャンミャン、ラセン階段、チルオンフ。ちょっと待って、アーク、アーク、リトリオンフ。ちょっと待って、トリオンフ、デラアークではないよね。ラックディ、トリオンフ。だっけ？L'Arc de Triomphe 今出てたやつ L'Arc de Triomphe 合ってるわ。皆さんって Le Arc en Ciel っていう、バンドしてるよね。日本語で言うと L'Arc en Ciel L'Arc en Ciel あれ虹色って意味じゃないですか。虹色じゃなくて虹ってことじゃないですか。フランス語で L'Arc de Triomphe は、パリにあるこのなんかナポレオンがつけたこれ、これ日本語でなんて書くんだろうな。日本語エトワール凱旋門だって。まさかこんなに喜んでもらえるなんて。喜んでんね。タルトタタン欲しいねんな。こいつらとも結構仲良くなりましたね。ちょっと禁断のリレーションシップ持ってるけどね、この女性と。バニタスが。強引やな。食いたいねんな。さて、バニタスもどうぞ召し上がれ。へえ。おじいさん本人かもしれませんね。おじいさんじゃなくておじさん。こんな素晴らしいお店に連れてきてくれてありがとうございます、ルカ。いえ、わざわざ訪ねてきてくださったのに、おじいへの留守ですみませんでした。いえ、むしろ明日きちんと面会の時間を取っていただいてよかったです。仮面舞踏会の後のことなど。あれどうなったんですかね。うん。あなたのおかげで僕は、そしてあの場にいた多くのヴァンピールの命が救われました。でもノエだけではないですよね。バニタスもたくさん。てかこいつ全部食いやがった。早っ。いつの間にか全部食っとる。タルテタティ、どうぞこれも。いやいや違います。あの場の混乱を収めたのは俺ではなくヴァニタスの力です。こいつヴァニタスにね、しかし、うちの。あのキスのことか？そうですよね。
この展開か。どんな謝罪がいいのか。彼女に謝罪してほしいんじゃないの。なぜ。オーマイガッドハハ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 あれ？自分の印くらい自分でわかるだろう。やば。いやーもう いろいろですね。これもだってちょっと強引にやったって感じに。夢中でガッツくなんて。そんなに俺の血が美味しかったか。Oh my god。恥ずかしいことになりましたね。まあ本当にね。うちのジャンヌみたいな。困りますね。わざわざってことはやらなくてもできるみたいですね。ではなく、いやどうやって無理事すんだよ。あの時の彼女は正気ではなかった。お前たちもおそらく耳にしただろう。呪い持ちたちが発したあの声。他のヴァンピールがそうだったよ。ジャンヌも一瞬我を忘れ、俺に襲いかかってきたというわけだ。本当ですか、ジャンヌ。そうかもしれないですね。ちょっとわかんないよね。それは分かってんだ。申し訳ありませんでした。まばたく。めっちゃ嬉しいやん。こいつジャンヌ大好きだもんな。逃げた？え、どういうこと？え、ちょっと、え、全く理解できないんだけど、今の展開。はい？今、カレーの方をパクったんだよね。食べ続けろ。大丈夫だろ。なんとかなる。後を追ってきます。え？行っちゃうん？それ分からんわ。なぜあんな嘘をついた。なんだ、本当のことを言った方が良かったのか。まあこいつ呪い持ちになったよね。一瞬様子を見るに、君は吸血衝動に襲われていたことをルカに知られたくないようだったからな。適当にごまかしておいたぞ。でもお前は見せたやん、これを。それわざわざ見せる必要あった。君は呪い持ちなの。へえ、お前呪い持ちか。薬の効果がすぐに切れて。直せばいいじゃん。こいつを使って。このことは絶対に誰にも話す。お願いだ。話さないでくれ。それで彼をパクったわけなん。え、何可愛がってんだよ。
心しろジャンヌ。惚れた女の秘密を勝手に広めるようなことは俺の趣味ではない。惚れた女どういうことや。めちゃめちゃ勝手に。二つ条件がある。え、怖えわ。条件。そうだ。俺は君の秘密を誰にも話さない。てかその薬何なん？どっから来てんの？コウモリめっちゃ飛んでるけど。俺以外の血を吸ってはならない。毒さい。なぜそんな条件をつける必要がある？何、単純な理由だ。君に血を吸われるのは実に気持ちが良かった。え？快感を。血を吸われてあんな衝撃を受けたのは初めてだったぞ。なんか本当すごかった。それマジか。が生じるのはヴァンピールの牙より送り込まれる媚薬のような成分のせいだと言われているが、自身の力や対象との相性によってその成分の効き方にも差があるのかもしれないな。そもそもヴァンピールがそのような成分を吸血対象に送り込むのは吸血の際に相手の動きを封じるためであり、ヴァンピールによっては対象に与えるものが快楽ではなく眠り麻痺など別の場合もあり、まだまだ。じゃあもう快楽ってのは結構良さげじゃないですか。俺たちは体の相性もバッチリということだ。体の相性がバッチリですか。いやーなんかキモいなーこいつほんま。でこのシーンに時間つけすぎやろ。血が欲しくなったらいつでも俺に言え。やば。好きなだけ君にくれてやろう。でもね血ってさ、ダメ、思い出すな。なくなったりするやん。そしたら死ぬやん。あ、また来るのか。オーマイガーッ。ちょっとだけ、ちょっとだけ食べちゃうかしら。エロいわこのアニメ。条件は2つだと、あと1つも。ああ、そうだったな。これからは俺のことを人間ではなくきちんと名前で呼んでほしい。バニタスと。なんだよ、可愛らしい条件ですね。今食う。めちゃくちゃエロいなこのシーン。もうその恋人たちが浴場をぶつけ合おうかのような。で上から全部見てたんですね、野江さん。もうすっかりと恋人やね。ただ形が違うだけで、まあ今なんかやってきたって感じなんだよね、二人が。ノエ、二人とも戻ってきたよ。知ってる。見えていました。どうしたん？バニタスはうちのものかと思ってたんだけど。ジャンヌがバニタスの血を吸ったのだと聞いてからずっと胸が苦しくて。え？やっぱりお前もバニタスが欲しかった。考えてみたんです、そのわけを。そしてわかりました。バニタスが好き。確かにバニタスの血はとてもいい匂いがすると前から思ってはいたんです。こんなことになるならどこかで味見をさせてもらえばよかった。ジャンヌがマーキングを残して独占したがるほどの血ですよ。どれだけすごい味がするんでしょうね。まあ恋愛感情じゃなさそうですね。とりあえずドミの血を吸えって。これもまたちょっと違う雰囲気でエロいけどね。これもまた、まあいわばセックスシーンみたいな感じがするよね。
あらら、お互い食い合ってるわけなんですね。これ俺ほんま何見てんの？あーもうなんかさ、もうヴァンピールたちの食い合い、大バカ者、最初の15分間もう使ってしまってるんだけど、全部もうそのエロエロシーンで終わってしまってる。あ、え？僕たちも踊ろう。あ、パクった。じらしてますね。私のことはご存知のはずです。ブローと一緒に踊っているところを誰かに見られたりしたら、ブローって。フェニック様のお名前に傷がついてしまいます。ああ、処刑人だから。普通にいい子だ。あんまりいい。なん？凋落の行為と。あれがないわけ？他のあらゆる情熱を従属させる情熱のことで。はい。父の言葉だ。わお。父の言葉。美しい花を愛でることより優先させるべき情熱など僕の中には存在しないよ。はあ。とりあえずかなりあれですよね。楽観主義ですか？違うわ。ヒダニスティックって英語で言うんだけど、後で ED の時に調べちゃうわ。日本語でどういう主義なのか。まあ要するに、なんか乱交主義みたいな感じなんだよね。しかし、ヴァンピールって大体こういう話なんだよね。みんなもう欲情の塊みたいな。バーニタス、食いたいやろ。ジャネット踊りたいもんな、あんたも。なんだ、普通に踊れるじゃないですか。踊れないと言ってない。ヴァニタス、一つ質問があるのですが。俺も食っていいか。なんだ、言ってみろ。恋とは一体何ですか？ああ。イントロのあれか。わざとらしくダンスに誘ってまで、よほど聞きづらいことでもあるのかと思った。それか。答えられるか、バニちゃん。だがジャンヌを見ていると胸が高鳴って、ゾクゾクが止まらなくなる。なんじゃい。最初から。いささか強引な恋愛をしておりますが、その方が面白いから。心臓がバクバクでゾクゾク、なんだか風邪をひいた時みたいですね。そうだね、風邪をひいた時みたいだな。ジャンヌのどんなところが好きなんですか？語ってみろ。強いところ、美しいところ、無駄なところ、脆いところ、胸が、もっとさ、具体的に言ってくれませんか？あ、おう。そうだな。俺のことを絶対好きにはならなさそうなところか。へえ、好きにならないんだ。自分のことも好きになってほしいものなのだ。一方的な愛がいいのか？そんなことは求めていない。ほう。何を求めてんのかじゃ。ジャンヌは俺のことを好きにならなく
え？めちゃくちゃ強引やん。俺のことを好きになるようなやつには全く興味がない。え？俺にはまだ知らないことが多すぎる。なんかコンプレックスなのかな、こうやつは。俺のこと好きになるような女はいい女じゃないみたいな。わからないことだらけで。あ、踏んだ。すみません。すみませんで済むと思っているのか。すみませんで済むんだったら消すとくれ。ラオラオラ。留守番のことを知らずに尋ねようだなんて本当に君は。留守番教。ビールと人間の戦争を終結へと導いた和平の立役者だ。和平の立役者ですか。彼を英雄と称える者が多い。 The Peacekeeper。 すごいですね。では当然ルキウス様についても何も知らない。知らんやん。誰やルキウス。いやいい、これはご本人が自分で伝えたいだろうから。やっぱり僕もなんでこの女の方は知ってる。あ、でもこういうなんかね、急な呼び出しなんでしょう。貴族だからな、この子も。良かれと思って君をアルタスに連れてきたのに。めんどくさいことになったな。とんでもない騒動に巻き込んでしまった。なぜ謝るんですか。ドミはいつも俺のことを心配してくれる。俺にとってそれはすごく嬉しいことですよ。あれ？ちょっと恥ずかしい。また会おう。モシェリー。モシェリー。My cherry, my cherry boy。 日本語で言うと、おそらく。こいつほんま怖い顔してる。なんじゃこりゃ。ベッドから、あれ、待てや。シャドウズハウスみたいな感じがしてたんやけど、ちょっと待って。ヒドニズムとは一体日本語でなんて言うのか調べましょう。ヘダニズム、快楽主義か。楽観主義じゃなかった。楽観主義ってなんだっけ。楽観主義、オプティミズム。快楽主義と楽観主義ってちょっと違いますね。似てるけど。パン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 、バラタタンタ、パティパティパタポン、ラッピーパラパトゥパラプパラパトゥティパパパパラパラパラプンパチンパカラパラパタ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 パラパパパラパパパ。 Alright, so anyway, we've got a friend. He's coming from the top. He wants to reach Vanitas, but his hand just can't make it. 届かんのじゃ。これは呪いの中で救いを求めている。当たる！いや、当たるどころか、そこでシーンが終わっちゃう。スクエアエニックス、 Where Death Slumbers、 死が眠る場所じゃ。まあきっとあれじゃないですか、墓地みたいな、そういうところじゃありませんでしょうか。皆さん、ご視聴ありがとうございました。そしてこれからもぜひご覧いただければと思っておりますゆえ、ぜひ今回のヴァンピールたちの何ですかね、快楽主義についてコメントの方で教えてください。どう思ったのか。バイバイ。お送り。